はい、ということで皆さんおはようございます。トランペットです。ここは筑肥線の筑前前原駅です。今回は2023年時点で最後まで残っている103系の快速列車に乗車をしていきます。それは JR 九州で唯一直流型電車が走る路線、筑肥線でございまして、福岡市地下鉄空港線と直通運転するのを機に直流電化され、電化時からずっと走り続けている筑肥線の103系でございまして、地下鉄空港線にもね、当然直通運用がありましたが、故障のトラブルが末期に相次いだということもありまして、2015年の3月に地下鉄の直通運用からは撤退しまして、現在は筑肥線の西唐津筑前前原駅間の完結運用となりました。その中で快速列車につく運用がまだまだ残っておりまして、 JR グループの中で103系最後の定期快速列車となりました。唯一筑前前原駅始発の快速列車に当てられます。105系や119系のような見た目をしておりますが、れっきとした103系の1500番台でございます。製造当初の姿はこのような感じでございまして、なんと2023年の8月にですね、当時の国鉄時代の復刻カラーが一編成登場しました。前面の方向幕ですが、黒地に赤色の快速表示となっておりまして、これが何とも輝かしく見えます。側面の方向幕ですが、こちら側面は白地になっておりますが、快速の色は赤色でございます。さて、車両側面を見ていきますが、窓がこちら玉戸になっていますね。いわゆるそのため大幅に、改造されたという、形跡はありませんので、原型をとどめております。車内は JR 九州仕様の青モケットに貼り替えられたり、吊り革が三角形のものに取り替えられている以外はほぼほぼ原型をとどめておりまして、網棚の方を見ていきますと金網のまま残っております。これも国鉄車というですね、証でございます。続いてドアの挙動を見ていただきます。閉まるドアにご注意ください。禁煙プレートや日立の製造銘板もレトロな感じです。さて、筑前前原駅8時ちょうど発の唐津行きの快速列車、こちらは103系で運行されます。国鉄車ということでね、古い車両ですので、きしんだ音を立てながら加速していきます。早速お隣の三崎が丘駅を通過していきます。単線路線ではありますが、限界まで飛ばしていきまして、モーターの音が鳴っております。さて、単線路線でありますので列車交換もどうしても発生してしまうところがありまして、加布里駅ではですね、こちら103系同士の列車交換を見ることができました。さて、この103系同士の列車交換、いつまで見られるでしょうか。もしかしたら JR 九州筑肥線が最後になるかもしれません。
続いて行山駅を通過していきまして、抵抗制御の音を唸らせ豪快に通過をしていきます。田園の中、モーター音を響かせ車体を縦に横に揺らしながら、今日も元気に103系は走ります。さて、筑前深江駅に到着です。筑前前原駅からは各駅停車で10分から最大18分かかるのに対しまして、快速列車は7、8分で到着します。通過駅があるということで、ここまで差を広げることができました。続いて浜崎駅までノンストップでありますので、またも3駅連続で時刻表示で通過となります。トンネルも筑肥線には多く存在しますので、かつて地下鉄空港線で走っていた頃の気分も味わえるかと思います。そして筑肥線は唐津湾沿いを走りますので、晴天時には窓から大海原の絶景を望むことができます。列車は大乳駅を通過します。快速列車の名に恥じない走りをしております。しかし、ポイントの制限速度の関係かどうかは分かりませんが、ゆっくり通過することもあります。たびたび唐津湾の近くを走っております。唐津湾に MT55 のモーター音が響いております。快速列車といってもね、飛ばしすぎるとまた間隔が詰まってしまいますので、単線路線あるあるやはり列車交換が発生してしまいます。鹿川駅では運転停車を行いました。さて、交換列車の相手は筑肥線の電化40周年福吉浜崎駅間開業100周年記念で玄界灘をイメージしたスカイブルークリーム色帯と JNR マークの国鉄色リバイバル編成がやってまいりまして、こちらの編成2023年の8月8日から復刻塗装として運転を開始しております。列車は鹿川駅と浜崎駅間、こちらで福岡県から佐賀県に入ります。県境を越える筑前深江駅から浜崎駅間、各駅停車と快速で所要時間がバラバラです。そのため各駅停車より1分遅い快速というのもありまして、なんとこの列車がそれに該当します。
浜崎駅を出ましてもまだまだ快速運転は続きます。さて、木々に囲まれているこの辺りですが、西の松原という名所です。唐津湾沿いに広がる松原でございます。最後一駅残った通過駅ですが、こちらもその名所の名前から取られた虹の松原駅でございまして、こちら快速が通過していきます。自然豊かなところを走っていたかと思えばですね、高架区間に入りまして急に都会的になりまして、まもなく東唐津駅に到着をいたします。快速運転区間はここで終了となります。この先は各駅停車になります。筑肥線電化と同時に開業した和多田駅は103系と同じ背丈で歴史を歩んでまいりました。高架区間ということで踏切もありませんので豪快に飛ばしていきます。さて、終着の唐津駅に到着をするところでございまして、筑前前原駅唐津駅間の所要時間35分でございます。各駅停車ですと39分から1時間9分までの幅があります。さて、唐津駅に到着いたしました。国鉄時代の1963年3月から1984年1月までの約21年間で3447両が製造された103系でございますが、103系自体2023年現在 JR グループでも加古川線、万丹線、筑肥線の3路線のみとなりました。そして2023年現在で快速列車に着く103系は何度も言いますが筑肥線のみとなりまして、こちらもいつまで残るかは分かりません。引退が秒読みとなっていると言っても過言ではない状況にあります。今のうちに103系の元気な姿をぜひ記録しておいてください。それでは最後までのご視聴誠にありがとうございました。